ってぐるぐる回るっていうのは本当に、誰でもできますし、やっぱり回るっていう体験ってもう簡単にできないことだと思うんですね。そういう非日常的な、もう遊園地に行くことしかないと思うんですけど、それが体育館でも気軽にできて、本当にあの楽しさを心から味わえるんですけど、体験の方法としては難しい技をどれだけ入れれるかということと、視線の乱れが少ないようにいかに綺麗に保全をしてくるかということで、これちょっとすぐ終わってしまうんですが、転がしてそれに走って、でここからアクロバットの技を今ので中盤にしてガキだけ飽きたでも、なんかその鉄道の場所場が増えればいいなとは思って、いずれはあの秋田でもラートをできるような拠点を作りたいなと自分では思います。